どもー、ナナナノー、ナバドス。はい。今日はですねー、みんな大好き、エンドラヘッド。まあ、とりあえずこちらをご覧くださいませ。ドラゴンの頭。カーソルを頭に合わせると、ホットバーの頭が、動く。この報告を研究員のエイダオンさんからいただきました。ほんとかなぁ。かなぁ。気になりますなぁ。はい、ということで、検証をしてみたいと思います。これで動かなかったら、どこが痒いのかわからなくなる。そんな呪いをかけますからな。覚悟しておいてください。それでは、張り切って、検証してみましょう。はい、レバーで信号を送ると、このように動きますな。うん。これは有名。みんな知ってるやつです。しかし、ホットバーのは動いてません。ホットバーで頭を指定していると、動かないらしいです。はい。何もアイテムがない。空白を指定してみましょう。おーおーおー。動いてるじゃないの。何これ。女神だから、神様だから。こっちでは。おーおーおー。こっちでも動いてるー。ほらほら。パクパクしてますぞ。やっぱり女神様は違いますなー。うん。パクパクもなんかあれですな。優雅な感じがしますな。はい、画面から見えなくなると、パクパクをしなくなります。ほらほら。画面に頭が表示されると、パクパクする。女神のパクパク、うんうん。今度は上から見てみましょう。どうなりますかねー。パクパクしてるー。まだパクパク。まだまだー。お。頭が表示されなくなると、パクパクが止まります。うん。はい。今回の事象に対しての、マイクラ特務部の見解、このパクパクはおよそ5年前くらいから確認されている。その間、修正等はされていないようなので、もうこれは使用と同等、という結論になりました。知らなかった。結構前からあったんですなー。